偉大なる敵さん、ドリー・ファンク・ジュニア。大巨人、その名もアンドレ・ザ・ジャイアント。世界のジャイアント馬場であります。逆水平ドリー、190センチの巨体を入れる。エルボースマッシュ、俵腰を落としました。芸術的なエルボースマッシュ、キックで返す俵。エルボースマッシュ対キック、どちらが上か。キックの俵、キックの俵、俵のキック、両発目をかわしたぞ。エルボースマッシュ、まさに世代を越さなければならない超世代軍。川田蹴っていきます。アンドロ捕らえた。アンドロ上げるか、上げられるか、どうだ。川田、アンドロ捕らえるか、蹴り上げられました。やはり200キロは重い。200キロは波ではありません。ヤシドミワリ、小橋、小橋187センチ、軽く回されます。さあ馬場が首を捉えている。ガムサラパンチは菊池剛、後ろを取った小橋、菊池その場からのレッグラリアットだ。馬場がたじろいだ。馬場さんに今ね、顎に当たりましたからね。さあ小橋のボディースラム、ニュートラルコーナートップロープからどうだ、サルダープレイス。いや欲しい欲しい、あと一本、まさにあと一本。小橋健太、ニュートラルのプレスは完全に入っていた。小橋健、さあ川田のステップキック、臆することない遠慮のないステップキック、コーナーに押していきます。スカンドラップからの延髄、川田の必殺コース、逆のコーナーに振っていった。馬場の頭を捉えます。ボディースラム、さあトップロックからのダイビング、エゴドラップ、カバーです。ドリーもよく見ています。ドリーにエルボー、トマスもよく見ている。いやこれは馬場さんピンチですよ。馬場が危ない、馬場が危ない、これはピンチですね。さあこれは菊池トップロックからダイビングゲットバット、決まったか、決まったか。まさに光り輝いて見えてきた。闇の中にはっきりと捉えている。超世代、壁を越せるか。見えない壁、意識すれば乗り越えることのできない壁、しかしそれを直視して越えなければなりません。超世代、馬場の16番かわしましたが、2つ目は食らってしまった。菊池うまいですね、今見たところはね。やはりよく見ていますね、はい、32年のキャリア、菊池の8倍のキャリアを持ちますジャイアント馬場であります。やっぱり1回ダメだったら2回やるというね。逆さ抑え込みは菊池だ。菊池も一瞬の隙を突いてまいります。ドリを捉えてフィッシャーマンスープレックス、ホールドしている。カウント2つ、もう3人でもこのドリーをもう ドリーにもう的を絞って、はい、行く以外ないでしょう。おっとアンドレのカット、菊池は自爆。さあ足を取られた、右足を取られた。ドリーが回る、ドリーが回る。菊池の右足を軸に回るスピニングドーホールド、だが取った、取った、菊池が取った。これは当世代勝利が見えてきたんじゃないですか。いやー大選手ですね。ドリーが取った、ドリーが取った、バックドロップかわしたぞ。キックロープに自ら飛んでエルボー、もう一度飛ぶレッグラリアット、右足取られた、右足取られた。ドリーが回る、ドリーが回る、回転するドリーファンクジュニア、スプリングドーホールド、カワラカットに入れない。飛ばしも与えられているゲームアップだ。Thank you.
アンドレが小橋を、馬場が川田を抑えている間にドリーファンクジュニア、ファンケルショー、スプリングトーホールド、菊池からギブアップを奪いました。